ドキメキ浜松。浜松フラワーパークは50周年うな。皆さんこんばんは。浜松市生まれの音町うなです。この番組では私の大好きな浜松の魅力をたっぷりお届けします。うな、今回はみんな大好きな浜松フラワーパークが50周年を迎えるということで、早速呼んでみる。うな、久保さん。はい、うなちゃん、浜松フラワーパークにやってきましたよ。村松さん、はい、50周年おめでとうございます。ありがとうございます。浜松フラワーパークは1970年9月に開園しました。四季折々の花々が織りなす憩いのガーデンとして皆様に愛していただき、50周年を迎えることができました。うなちゃん、フラワーパークができた時私まだ1歳だったのよ。なるほど。ということは久保さんは今年51歳か。浜松フラワーパークは東京ドーム 6.4 個分、およそ3000種もの植物が色とりどりに咲き誇る私も大好きなスポットうな。村松さん、50周年を迎えてフラワーパークは何が変わるんですか？はい、そうなんです。こちらユニバーサルデザイン対応のスロープカーを新設しました。うわー、すごい。スロープカーは延長60メートルの斜面を移動するモノレールなんです。ローズガーデン入り口付近から早咲き桜園下の花畑に通じる道まで高低差20メートルをつなぎます。早速乗ってみてもいいですか？もちろんです。うわー、すごい快適で景色もいいですね。これでしたらお年寄りや障害のある方にも楽しんでもらえますね。いやー、村松さん、とっても快適でした。その他にも見どころあるんですか？はい、おなじみの噴水ショーがリニューアルし、さらにグレードアップします。また虹の富士のトンネル前では白富士を使ったお庭、ホワイトガーデンにも注目です。見どころいっぱいですね。スロープカー、私も乗ってみたいな。これからの季節、浜松フラワーパークでの見どころも教えてください。はい、うなちゃん、フラワーパークでは世界一美しい桜とチューリップの庭園や大物盆栽展など見どころが満載ですよ。今年の浜松フラワーパーク、ますます楽しみですね。浜松フラワーパークの50周年はワクワクがいっぱい。みんなで浜松フラワーパークに遊びに行くの。久保さん、次回もよろしくね。浜松大好きよな。